はいどうもこんばんはワド d です。今日は、えー、2000何年だ ?2019 年か。2019年の1月の11日。えーと夜中の22時37分でございます。で今回はね、えー、とふわっちだけでラジオ放送をやりたいと思ってますんでよろしくお願いします。最近あれだな。 ふわっち夜寝てるから全然見なかったけど勢力図だいぶ変わってるね目まぐるしい目まぐるしい本当にパワーバランスが変わりやすいよねなんか安定してないなと思うよ昔はさニコ生の頃とかもう5年前とかだともうなんかなんだろうな全然閲覧とかが固定化しててあのおすすめ上位にいる人とか固定化されてたけど 最近はあれだねもう3ヶ月おきにトレンドが変わってなんかリスナーが居ついてない感じがするねなんかよくまあ最近フワっの人たちがよく言ってるんだけどリスナーは3ヶ月でいなくなるっていううん,なんかねえ本当に好きなのっていう感じあるよねうん俺は LINE 返信しないよもう 全員に LINE 一個一個返信してたら切りねえから LINE は返信しないって言ってるじゃん。うん、基本的に僕リスナーさんから個人的な要件を受け付けてないんで見るものないっていうかなんかこう実力がないんだろうな配信者かな。なんか腕がないから言いつけないんだよリスナーさんが。あだからリスナーさんある意味被害者だよ。 だからね、結局ね、金を投げてて、金で囲ってたやつら、結局、ダメなんだって。だからいつもずっと前から言ってたじゃん。面白いと思うものにアイテム投げろって。面白いと思うものに、その金銭的な価値を与えないと、結局面白くないコンテンツばっかりになっちゃって、何が何だか分かんなくなるよって。もう言った通りになってるよね。うん。言った通りになってる。 見るものないっていうか育てるっていう概念がなくなったんだろうな多分要はね囲い込むばっかりのリスナーさんが金払っていいようにしてラジコンにしてでラジコンは飽きるんだよラジコンは飽きるのおもちゃは手に入るまでが一番面白くて手に入ったらもうダメなんだよ昔の感覚だとさあのー 育てるんだよ配信者面白くなるようにみんなが楽しめるようにみんながいい空間を作れるようにだけど今もう自分勝手なリスナーと自分勝手な配信者が多くていやいいタイミングだと思うよ最近のリスナー初心者ばっかりなわけじゃんキャリアが浅い配信者とキャリアが浅いリスナーがドカッと入ってきてさにわかリスナーばっかりだから俺その風潮もなんか頭にきてんのいやいやこんな配信じゃないでしょみたいな なんかそんなもんツイッターで書けよっていうのをさコメント欄に書いてさ配信者がただ読み上げてるだけそんなの配信でも何でもないじゃん、まあ、そもそもリスナーでもないしだったら配信やれよって思うしそう思いませんかなんかさそのお互いのその空間とかをさ共有しようとか楽しもうっていう感覚がないんだよ多分 なんかくったらねえ質問ばっかりでさ「もうさ今日いるの?」とかどうでもいいじゃんどうでもよくないっすか「のりこが今日いるのか?」とか「今日ご飯食べたよ」とか「出たカレーよ今日は鮭のお弁当食べたよ洗濯物を取りに行ってくるね今から子供のお迎えだよ今日体調悪いから病院に行ってくるねバカなんじゃないの本当に。 馬鹿すぎるだろうもうも本当にどこの誰だか知らない馬の骨が鮭弁当を食べたとかもうどうでもいい情報だからね本当に何が面白いんだそんなもん鮭弁当食べたの年だな年 <laughs> だな <laughs> カレーの王様を名乗ってるのに鮭弁当を食ったとかもう本当にねカレーじゃねえのかよそこは。 そこは徹底してカツカレー食べたとかシーフードカレー食べたとかカレーキャラクターがブレブレ本当に <laughs> 今行けアイス買いにう本んにねなんかねなんだろうこれチャットだよねただのなんか出会い中が多かったりオフコが多かったりするのすげえわかるもんなんかもうなんか彼氏とか彼女の気分なんだって 彼氏とか彼女の気分でもう寂しくて寂しくてしょうがないのなんかねもうなんつうんだろう自己顕示欲満たすためだけのなんかすげえ寂しい感じだよねうん今日はお医者さん行ってきたよねバカじゃねえのほんとに日記でも書けよそう思わない日記でも書いて日記でやれってほんと思うんだけどなんでその 面識もない会ったこともないやつが病院に行ったとか今から仕事に行くだとか子供のご飯を作るだとかもう本当にねたもうひどい時なんかタバコを吸いに行ってくるねとかもう何の報告だよ。俺さ喋りたくててやってんだよ喋る,喋るために配信者になったんで言いたいこと言うために世間様に向かってねカウンターカルチャーですよまさに。 それをね、ほんとね、コメント欄でね、日記みたい。あいつら YouTube には書かないんだよ。なんで生放送の俺の枠ではさ、なんか日記みたいなこと書くくせに、ね。YouTube のコメント欄には書かないんだよ。何それ。もうね、ほんとね、やむよ。やられてごらん。ねえねえ、え、なんか会社の会議。 それでは会議を始めます田中君例の資料を出してくれた前はいでは今回私田中が、えー、リサーチをした結果を皆様に資料 A の方で「あちょっと待って田中君今私お腹が痛いのどうしたんですか伊藤さん」いやあのね田中君会議のことはいいんだけど私ね 昨日ねアイス食べ過ぎちゃったの夜お腹下してるからトイレ行ってきていいいや勝手に行けよ <laughs> 会議止めるところで田中君昨日は娘の成人式でね <laughs> そうなんですか課長娘も大きくなったのを見て 年を感じたよ休憩中にやれ本当に <laughs> なんで会議を止めるの真剣にやろう真剣にいやもうね本当にねリスナーの質の低下よなぜそのタイミングでそのコメントを打てるのか本当に病気いや本当に病気なんだけど 本当に病気なんだけどだってさだってまあもう典型的な例をこするけどボンワドツー1個目のコメントねボンワドツー2個目のコメントさっき LINE 送ったよ既読ついてるだろボン既読ついてるだろなあなんで既読ついて LINE が読まれてないっていう判断をして。 ただでさえ LINE を送ってくるなって言ってるのに LINE を送ってきてで既読してるのに放送が始まったらさっき LINE 送ったよ。何それは LINE の内容を晒せってことふり何なんだよ本当に。よくわかんないよ俺は。報告ってだから既読がつくでしょ。 LINE ってなんで流行ったかって言ったら既読っていうシステムがあるからなんだよ。ね既読ついたでしょえ、ね、なんで、ね、なんで報告をしないのなな何,何をそんなに不安なの聞いてあげるよ。いやんでそれ今日びっくりしたよ俺ね。あの朝ランニングロードワークやってるんだけど俺言ったの朝のリスナーさんに。 あの時間今9分40秒でしょ喋ってんのが時間表示されてるわけじゃん携帯電話にもみんなのところに見えてるでしょでね5分から始め走り始めるから誰かタイムキーパーやって1分おきに何1分経過2分経過って書いてくれると嬉しいお願いねって言ったらみんな朝だから忙しかったからちょっとボン,におボンはおつが回っちゃうのコメント欄で「 ボンやっててあげてよみたいなまあまあうちのリスナーはなボンのことなめてるから「いやおあんた暇でしょ」ってことなんだよ <laughs>。私たちは通勤とかで忙しいからってそんなことは言ってないよ。ボンボンちゃんお願いみたいな感じで主婦税からコメント書かれたんだけどあれ完全にボンなめられてるからね。お前働いてねえんだからいつもコメント見てダラダラ暇してんだからおめえかけるだろうみたいなちょっと <laughs> ちょっと面白い攻防があって。ででボンンも返すのそれに対してコメント欄で いや私ちょっと無理だよって言ったんだけどいやボンも忙しいのかなと思ってまあじゃあできる人いやできる人お願いねみたいな感じで走り始めたらいやここはねボン偉いなと思ったんだけどボンが書いてくれるのただいきなり5分43秒経過ってきてあ俺は走りながらだよもう肺活量ぜい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 言いながらあ 5分から経過時間5分34秒から経過時間なんだって思ってまあいや呼吸整えないとってコメント返せないから「はあはあボンありがとう」「はあはあ」みたいな感じでやってたら今度「8分24秒経過」ってなんかコメントがちらって見えて走りながら「あ,あなんで5分の次8分なんだ」と思ってでまあ走るじゃん。 そうすると「12分48秒経過」っていうが書かれてこいつなんでこなんか伝わってねえなと思ったら4つ目のコメントで28分経過っていきなりなんか時間が飛んだのタイムスリップしたのかなと思ったけどいやいやいやトレーニング中トレーニング中と思って。 いや時間いや絶対間違えてるよなと思ったけどいやどうだろうと思ったけどそしたらボンが自分で「間違えちゃった笑って一人で笑ってんの怖い怖い怖いと思って <laughs> 怖い怖いなんかこいつ笑ってるわと思ってでも走らなきゃと思って走って走ってでその走り続けてたら今度。<laughs> また19分2 0何秒経過とかだからもうちょっとイライラしてきて俺も病気だから俺もねボンも病気だけど俺も病気だからでいやあのでもボンを名指しでさなんか言うのねせっかくよくしてくれてるわけだからかわいそうだから「いやボンね」みたいな「ボンね」って言うわけじゃなくてリスナーさん1分ご,きにおごとに刻んでねーみたいな感じで言うと「1分経過」みたいな感じで書いてねー って言ったんだけど。結局！最後から2個目のコメント以外全部ボンの都合でタイムキープされてた。<laughs> あれ？なんだったのでボンが途中で1人でコメント書いてんだけど、難しいって言ったの？<laughs> ちょっと待ってちょっと待って1分おきに1分経過2分経過。 3分経過っていうコメント書くのが難しいレベルなんだよ。<laughs> ボンはポンコツすぎるだろ。<laughs> お前ポンコツだろお前本当に。いやいや俺朝結構面白かったかんね。いやもういじってやろうと思って夜のゴールデンタイムにこすってやろうと思ってこれは。 いやあれはちょっと面白かったけどなんであな何1分がわからないのでむしろ逆になんだけど40夏の19分28秒経過とかの方がめんどくさくない <laughs> 1分経ったら1分経過って書くだけなのによく生きてこれたなっていうレベルでしょほんとにいやちょっと感動したよね あと俺はやっぱりあすげえなと思うのがあの「ニンニの定期」だね <laughs> ニンニの定期とボンのタイムキープを見てるとあの和道リスナーの闇が深いんだよねやっぱりうんいやーすごい何なんだろうね病気なんだろうね多分ね、うん、いや闇を抱えてるんだよ闇を心の闇をいやすごいよ本当にちょっと 感動したね <laughs>、うん、なんで時間な,なんだろう単純に言ったら <laughs> 1分一分刻みで時間を数えることができない <laughs> 幼稚園生かよっていう <laughs> 天使なんだ でじゃあまだボンいじるよちょっと頭にきてるからボンが前からコメント欄で私も痩せなきゃ太った太ったみたいなこと言ってたんだけどまあまあ女の子じゃん。で結構ボンってあのバンドマンでかっこいい感じの髪型とかアシンメトリーみたいな感じだしピアスとかガンガン入ってるしなんかカラコンとか入れててちょっとバンギャっていうかなんかバンギャっていう感じじゃなくてなんかこうかっこいいロックな。 お姉さんみたいな感じだったんだけどななんでボンのライン返さなかったかっていうのはもう一つあってボンが激太りしててちょっと面白かった <laughs> 太った太ったとは言ってたけど本当に結構太ってて痩せろお前本当にいやサムネがいやでも俺はこれボンの好きなところなんだけど隠さないでむしろ前に出したの <laughs> サムネの結構アップめのこういう俺の今のサムネみたいな画面みたいな感じでバーンって映し込む感じでいやマジで太ったなお前な激太りじゃん1 5キロは太ったろいや1 5キロは太ってねえか1 0ロはいったろおびっくりしてあでも髪型かっこよかったねなんか新しい髪なん刈り上げ刈り上げの刈り上げの <laughs> 右,が右前髪だけがテローンってなってて <laughs> 半分おかっぱになってて刈 <laughs> り上げの部分がシルバーで <laughs> おかっぱとテローンがブルーっていうもうもうほんと闇が不景なうちのリスナーなんでこんなのいっぱい集まってくるんだよ。 なんかねもうねほんとね俺ねなんかね俺の配信さもうだんだんね俺あの野島伸二のさ聖者の更新みたいになってきてない <laughs> 本当に。俺なんかね <laughs> もうね配信やりながらおかしいおかしいと思って。 なんか村上春樹よりも村上春樹とかちょっとやんわり言ってたけどなんか村上春樹のノルウェーの森だよねとか柔らかく言ってたけどもうもうはっきり言うよもうはっきり言う聖者の行進だようちのリスナーは <laughs> お前らのこと聖者の行進って呼ぶからもう <laughs> ほんとちょっとお薬飲みすぎだよほんとに。 手プル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 しながらコメント打ってんだもんいやでもね本当にね俺ね薬やめた方がいいと思うよマジで薬は危ないもう本当に和道リスナーのコメント欄見てるだけで震えるもん闇不景だみたいなもう薬ばっかり飲まされてるからもうろれは回んない手は震える <laughs> なんか髪型はおかっぱになるね <laughs> 時間は1分カウントできないと思うポンコツすぎるだろう <laughs> ポンコツだよほんとにまあまあうちのかわいいかわいいポンコツたちがねまあ配信者もポンコツだからいいかもしんないよねいやーすごいよほんとに闇が深い、うん、なんだろうね健常者一人もいないかんね <laughs> <laughs> 健常者ってこんなに少なかったかなって思うもんねなんだろうななんでなんでうちの枠って外事ばっかりになっちゃったんだろうね <laughs> なんかなんか闇が深いよなこれななんでこんなポンコツしか集まんねえんだろう 闇が深いよ本当にはいこんばんはあいまともだと思ってたけどまともじゃないみーすけさんいらっしゃいあタ谷さんなんかすごいよ問い合わせが殺到してるよ谷さんのいやね谷さんってあの石野浩介を飼ってるまあ彼女じゃなくてあの飼い主なんだけど 祐君の飼い主の谷さん来てくれたんだけどいやなんかね問い合わせが半端じゃない俺ねこんなこと今までなかった要は女の人が配信に移ると大抵ブスブスって言われるのブスブスとかブサイクとかワロたとか言われるんだけど谷さん美人だとかこれマジでもうここ2日3日ぐらい谷さん美人だ石野が羨ましい。 もう谷さんなんんだろう谷さんがすごいと問い合わせというかカスタマーセンターみたいになってて谷さんのいやだから俺谷さんまだ見たことなくてまだ拝見してなかったからえ谷さんいやいやすごいなんか好評だよ谷さんなんかアナウンサーみたいとか健康系美人とかなんか谷さんとパコれてる医師のクソ羨ましいとか。 なんかすごいよ本当にうんあ谷さんそんな感じなんだと思ってまあ俺声しか聞いたことないけどなんかダミ声のクソババーだと思ってたから <laughs> なんかあの「ドラゴンクエスト」のモンスターでいうとなんかトロルボンバーみたいなのをイメージしてたのなんかうぐいすなにデッドボールで働いてる系だなって勝手に思い込んでたんだけどうん いいやいや本当にね谷さんが美人だっていう顔出し配信始めたのちょっと谷さん拝見してみたいんだよね見てみたいんだよねうんななんかそのちょっと特殊なジャンルみたいななんかその可愛いじゃなくてなんか綺麗だとか美人だとか男の人から問い合わせが多いんだよそう,、ね、そういや谷さん株が今ねすごい マスクなんだいやマスクあマスクかこれはねあー闇が深いなあのねそうなんだよねマスクって汎用性高いんだよねあのねマスク取ったらブサイク何度見てきたかマスクかあのねあのナースの人とか歯科女子が綺麗に見えるのマスクなんだよ マスクなんだよ下着売れはいいじゃん、うん、別にそれで金になるんだったら、うん、俺ねだけどねそう下着のコメントで今あれしようと思ったんだけど女の子の下着を所有したいと思ったことが一回もないのむしろなんならなんだけどなんでえ正直に男性リスナーに聞いてみたいんだけど なんだろう女の人の下着欲しいのマスクマジックなのかな俺は俺の目は見破れないよマスクはあのね鼻がダメパターンと口がダメパターンはね結構あるんだよで鼻と口目元は大体い綺麗なんだよだからね俺女の人を口説く時に言うテクニックこれ男ども聞いとけよ童程度もよく聞け耳の穴かっぽじって童程度もよく聞けよ 君目綺きれいだねっていうのは目以外ブスってことだからな目を褒めるんだよ目がきれいな人間なんてこの世の中に存在しない犬猫鳥爬虫類ライオンゴリラ全部目きれいだからわかるで女の人覚えとけ目がきれいって言われた瞬間目以外ブスってことだからな覚悟しとけようん いやーだからね目移しときゃなんとかなるまあ俺はねちょっと得意体質で目が寄ってるっていうちょっとあの先天的なねちょっとあのー、個性を持ってるんですけどいや本当に下着欲しいやつの心理聞きたい本当に聞きたい俺はうんいやあのねあとあじゃこれ本当にモテるパターンね肌綺麗はダメ肌はデリケートだから俺は肌には触れないうん あのね女の人が喜ぶパターンこれもう俺,俺結構これ使うんだけど服を褒めろバッグ小物を褒めろこれが大事こ女の人の要はね髪の毛綺麗だね肌綺麗だね目が綺麗だねは、うん、ちょっと深入りしすぎなんだよ女の人からするとえ何キモいってなる可能性があるけど そのアクセサリーかわいいねって言われて女の人が嫌な気持ちになるわけないじゃんえそこのなんかそ,その小物綺麗なね可愛いねってどこで売ってるのこれだからわかったか童貞ども、うん、初見さんいらっしゃいわかったこれだからね君君たちが40過ぎて童貞なのとねもう本当に お女性から愛される配信者の差ですよこれは、うん、肌はダメだろう、うん、だって大体の女性肌汚いからね、うん、肌汚いからファンデーション塗ってるんだもんそう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 いうことそういうこと要は小物を選んだのは絶対自分がいいと思って買ってるわけですよ本人からするといいよねっていう共感が得られるの 私のセンス認めてくれたっていう嬉しさと私と同じもの好きなんだこの人私と同じ感覚なんだっていうことで距離がグーって縮まるから距離がグーってうるせえバカ野郎てめえがノーメイクかどうかなんか聞いてねえんだよバカ野郎お前ここにいる45人お前よ激太りしだよ <laughs> お前サイドとバッグ刈り上げててよ お前マッシュルームヘアで前髪の片側だけペローンってなってる女で激太にしてて1分カウントできないやつが肌綺麗かどうかなんて興味ねえわバカ野郎ほんとにしょうもないいいねありがとうふざけんじゃねえぞだからそういうのをお前日記帳買ってやるからお前日記に書けよほんとに2年間まとまったらそれ読んでやるから二三年23年書きだめろお前は お前のコメント一個一個読み上げてたら俺の人生よ終わっちまうよバカ野郎本当にノート買ってやるよお前にボン住所住所送れ下着の話は終わったんだよこするなほんにコツでやれよ谷さんに DM 送れよしょうもねえな本当によ鮭食ってテンション上がってんのか いや交換日記ってなんで俺が日記書かないといけないんだ俺にはそんな暇ないよまとめて読んでやるっつってんのほんとにもうねなんかねもう友達だと思ってるのよ俺のこと6000円しかねえのかよお前働け、うん、しょうもないほんとにもうポンコツばっかりだなポンコツだよほんとうちのリスナーは こうやってりんりんちゃんみたいにイケてる初見さんが来てもすぐいなくなるからりんりんちゃん「笑って書いてるけど笑ってないからね「何この枠気持ち悪い」って「刈り上げでおかっぱで激太りしたおばさんがキャッキャしてる枠なんだ」ってなんか黒人が下着が欲しいって言ってる「何この枠」って怯えてるからね本当に絶対フォローしてくんないよこの人石野のツイッター経由なんだ <laughs> あ カニさんの下着を手に入れるには石野のツイッターを経由しないといけないんだあーなるほどねすごいシステムだね本当に彼氏じゃないんだね本当に彼氏じゃないんだ <laughs> やだなーカレオーさんが石野になんかメールやだななんか <laughs> うんこの枠はホモではない、うん、どちらかというとあの病気 あの本当に病人ばっかりだからあの本当に癖強いから気をつけないとダメだよリンリン本当に病気になるよ病気うつるからね何度この枠の病人たちはね石野の許可が彼氏なの彼女なのハートありがとうえ結局谷さんは石野の何なの <laughs> 飼い主から何になったのもう結婚すれば結婚いいんじゃないダメなの 俺なんかちょっと谷さんと石野が結婚したら面白いなっていうなんだろうねなんかそろそろもういいんじゃないの彼氏ではないんだ石野さん結構やきもち焼きでも <laughs> 複雑だなえ彼氏ではないと分かったでもやきもちを焼いてるのに気を使う谷さん何これ 彼氏ではないのでも焼きもち何なのこれもう本んの医師の焼きもち焼きとか言って本当にいらない情報本当にいらない情報 <laughs> セフレかセセフレンドではないんだよな飼い主なんだよなあくまでなんだろうだから循環なんだよね循環 <laughs> 犬とか猫を拾いました石野康介という配信者を家で1年間拾ってから飼ってますでセックスもしてますとお前性的虐待だからね簡単に言ったら <laughs> しかもそれ人間だから循環とか性,性的虐待だしジャンルが重なりすぎてで、ね、もわけが分かんないんだよ、ね、まあいいか人の恋愛はまあまあ石野なんか猿みたいなもんだからねあんなの。 うん、あーでも石野の枠この前見てびっくりしたなんか中学生みたいになってて石野ってもう30過ぎてるはずなのに本当に学生服引いたら中学生みたいな顔してんのすげえなあいつひげ生やさないとあんな感じなんだうんねえ俺でも石野のことをいつも願ってるよ毎年毎年 まあ初詣に行ってもお寺に行ってもいつも石野のことがよぎる本当に不幸にならないかなって「神様お願いです」って「石野がどうか不幸になりますように」って毎回お願いしてますよおだってさなんか嫌じゃん嫌 <laughs> じゃん石野が幸せになったら嫌でしょみんなも、うん、なるべくきつい状況になりますようにっていう なんか理不尽な <laughs> 理不尽な目にあいますようにって、不幸がおと死なない程度の不幸が訪れますようにって、ちゃんと思ってるよ。ああ、まあ丸くなったね。うん、トゲがなくなっちゃったよね。一種のはね。うん。<laughs> いや、追い出した時の一種のちょっと面白かったよ。やさぐれつて <laughs>。 いやーなんか幸せが似合わない男だよなあいつは何だろうねでもね医師の不思議なんだよねあいつねなんか両親がいて別にね家庭環境も悪いわけじゃなくてで頭もなんつうの別に悪いわけではないじゃんまあなんだろう何なんだろうな、ね、あれ。 なんか本人はだから生まれながらのクズって言ってたけどあれね俺ねクズとかいう言葉でねあの形容したらダメだと思うんだよねあれね多分ね悪魔だよあれ <laughs> あれサタンだよサタンえおちょっと待って待って谷さんご両親にも会ったことあるの谷さんご両親にも会ってるんだあーあー すごいないやーでも谷さんと石野の関係はちょっと面白いな結局働いいてないんでしああいつはだからどういうゴールっていうかどういうイメージで谷さん死んだらどうすんだろうな,な,などこに向かっていってるのかが全くわからないんだよな。 そ,それが変わってないところなんだけどたまにバイトしてるんだ <laughs> ああまあまあまあ成長というのか、まあ、まあつまんねえ男になったな本当にな昔は帝王って呼ばれてたかんねあいつリスナーさんに名前つけられて「このお方は帝王であられる」って定期流れてたかんね失礼なコメントを控えようって書かれてたよ 定期でなかなかいないよね「帝王」ってーああ仏教書読み始めたってだからね俺ずーっと言ってたんだよなんかちょっとそれも腹立ってて「いやお前に必要なの仏教だと思うよ」って言ったんだけどバカにされたんだよちょっとなんすか宗教ってみたいなすげえ小バカにされたんだけどまあ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 結局やっぱ仏教に出会ったかって俺予言してたんだよ こいつはいつか仏教に出会うなっていううんだってもう石野が言ってることってブッダだもんあのゴーダ玉シッダールタでしょ要は悟る前の釈迦だよ本当に苦しみたくねえとかあの生きてるのがつれえとかさうんいや人の気持ちなんか考えてないあいつ悪魔だから一切考えてないよ人の気持ちが分かるふりしてるんだよ ダメだよ谷さんあいつ悪魔だから <laughs> 帝王だから日本が核戦争で滅んだ後にあのに帝王として君臨するんだよ <laughs> わかる石石野がそのスラム荒廃した日本を支えるのは石野だから、うん、まあまあまあ、まあ、たまには飯食いたいかな石野とうん うまいもん食いていなあ,あいつと酒でも飲みながら、うん、どんぐりとかなんだろう原始人食ってなんだろうでも日本人ってすごいよね1万年間ぐらいずーっとどんぐり食ってたんだよ俺ね本気で企画でやりたいのがどんぐりを拾ってどんぐり 食べてみたいんだよね。どんぐり焼いたりすっげー苦いらしいよ。ただ、なんかあの文献でなんかその土器とか発掘されてるけど、パンをこねてたり。とか、その土器の土器でアクを抜いたりとかすっげーグルメだったらしいよね。ただどんぐり食ってただけじゃなくて、ありとあらゆることもどんぐりをこねてみたり、擦ってみたり焼いてみたり。 もうとにかく似てみたりもうありとあらゆるどんぐりもうグルメなんだろうね生まれつきうんあ行きたい」ってよく言うんだ昔俺と会ってた頃「死にたい」しか言わなかったんだよであったま来て「死にたい」って言ったから「じゃあ今から死ねよ」って言って配信回したの <laughs> 死にたい「死にたい死にたい」って言ってるから頭来たから「じゃあお前が死ぬところ映してやるから何で行く?」っつって「焼く?」って「釣る?」って飛び「飛び降りる?」っつって配信回したら「ちょっといい加減にしろよ」とか言ってぶち切れ始めてい,いし野が「ああもういいわ一人になりたいもうホームレスになるわ」って言ったからあの俺が家から追い出したの。<laughs> やろうよっつってそれ企画でやろうよっつって。 あの1年間ぐらい外にほっぽり出してたんで <laughs> そしたら谷さんに拾われたのすげえ面白いよねうんいやー <laughs> 本人の希望が一人になりたいっていうことだったからねうんいやー苦しんで死んでほしいな 「死にたくない」って言いながら俺病院に見舞いに行って爆笑してやるよ本当に <laughs> 一緒「石野石野死ぬよお前」って「やだ私は、ま、死にたくない」っつって「いや無理無理無理」っつって医者がさっきナースセンターで言ってたよって「お前明日死ぬよ」っつって「やだ死にたくない」っつって <laughs> で俺横でタバコプカプカしてやろう「いやタバコうめえわ」っつって酒物も。も <laughs> あいつが好きなスーパードライ横で飲もううめえっつって <laughs> お前俺より若いのにお前先に死ぬのっつって最高だよねほんとにいやーあのね俺はなんだろうストレスなくタバコも酒も何でもやっていいんだけどストレスをかけることが一番長生きになると思うストレスだよストレス 絶対にストレスあでもねあの武田邦彦教授が言ってたけど日本って長野県が一番寿命が長いんだけどちょっと怖い話なんだけどねの,あのしかも先進国なのに1年間寿命が長いの男も女も。1年ちょうど 1>, で1年ってそんな長くないと思うかもしんないけどこれだけ先進国でこれだけ平均化するのに1年って結構とんでもないデータなんだって都市でばらつきが出るレベルではでその長野県って他の県と何が違うかっていうのを武田先生が自分なりに研究したらあるデータが出てきた何が違うのか病院が少ないの これ怖くないいやこれはおちょっとオカルトっていうか武田先生も変なこと言う時あるから教授大学教授なんだけどでもあの人の着眼点ってやっぱ面白いなと思って病院が少ないから長野県はあの長生きするんだっていうのがその武田先生の結論なのよ。怖くないこの話。 病院に通ってるやつほど、病院に、が多くある県ほど死ぬんだよ、人は。不思議だよね。うん。あのね、低糖質はめちゃめちゃ体に悪いからね。低糖質は本当に体に悪いからやめた方がいいよ。で、石野って太ってないから、うん。 モラルハザードってやつは言われてる筋トレした分ご飯食べて太るってやつえそれモラルハザードっていうの筋トレした分ご飯食べて太るうんまあね飯食ったらうまいからねいや結構ねデータを見ると面白い部分ってあるんだよね なんか製薬会社がどれだけ急成長してるかとかだって製薬会社40兆円産業とかなんだよ今の日本ってだから医者がなんで儲かるかっていうともう新しい病気を国が宣伝して勝手に病院に行って病院行ったら薬バンバンもらえるから要は薬出せば出すほど儲かるわけでしょ。 すごいんだよ、医療って。うん、ああ、いや。いや、そういうことじゃないんだと思うよ。ああ、谷さん、ありがとう。ありがとう。マスク詐欺の人から花火いただきました。ありがとうございます。あ、でもね、俺ね、谷さんが美人説は。結構納得ができたの。で、それはね、なんでかっていうと。 石野ってあの良くも悪くも正直なやつだからブスにはブスっていうので石野が谷さんんのことをブスって言わないんだよあいつね平気で女の人とか傷つけるからブスになんだこのブスよとか本当に言うのだからある程度ね谷さんの家に住んでるっていうのは谷さんの美貌をね実は石野が担保してるんだよね だからね、あ、谷さん綺麗説は、まあ分かるなというのは、一個ね、あるんだよね。石の結構面食いだから。そう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 。うん。モラルハザード。モラルハザードは油断ではないでしょ。完全に使い方間違えてるでしょ。<laughs> 突っ込まなかったけど。やっぱダメだ突っ込むわ、うん。モラルハザードは、 そのモラルが崩壊したとかそういう時に使う言葉でしょ <laughs> 何でもかんでもなんかね俺ねなんかねなんか新しい言葉とか横文字をなんか勝手になんか流行るパターンってあるじゃんあれをドヤ顔で言うやつあんま好きじゃないんだよねいや石野は昔の V が面白いかな最近の石野はあんま わかんない俺も見てないからわかんないけど石野浩介はマジで面白いよ昔ニコ生2人でやってた頃は最高に面白かったね、うん、もう数々の神会を作ったからね石野といやー楽しかったなー本当に俺石野と配信やってた頃が一番好きだったかもしんない自分の配信で。 いやめちゃくちゃ面白いやつがいいんだよ石野浩介っていうでもね俺ね本当にリアルで付き合いある人間の中であいつだけかもしんない俺に嘘を一回もつかなかったのあのねこれって俺すごいことだと思うの人間ってどんなに小さくてもどんなことでも見栄を張ったりとか大きく見せたりとかするじゃんあのね 石野って嘘をつけないんだよいや隠し事もしももななけければ嘘もつけないの聞かれたら答えるのだからねある意味では俺石野ってすげえと思っててこんなに誠実誠実とはまた違うんだけどなんかもっとなんか病的なものなんだけど嘘をつかないんだよねあいつは。どんなに自分に不利になることでもどんなにそのダメなところでもあいつは隠さないからね。 いや、うんこ漏らしたどころか、おにぎり盗んでごめんなさいって言ってたよ <laughs>。いや、俺があんまりにも、一週間ぐらい放置したことがあったのね。医師の面倒を見るって言ってたんだけど、だるくなっちゃって、最初の頃、毎日牛丼とか届けてたの。だけど、なんか、愛着がなくなっていって <laughs>、だんだん放置し始めたのね、俺が医師の。あ、違う。なんか、石のがね、舌打ちしたんだ、なんか俺が差し入れに行ったら。 それで行かなくなったんだけど1週間ぐらいしてさすがにちょっと石野ほったらかしあのほったらかしすぎたなと思ってあの石野に行ったら「お前さ」ってど「空き缶も拾ってねえだろ」つっ,って「はい拾ってないっす」えどうやって飯食ってんの?」って聞いたらあいつニヤニヤしながらいや直したいんすよ和藤さん似てない谷さん声いや和藤さんいや俺も 「ワードさん」って「いやいやよくないじゃなくてお前は金ないだろ?」って「いやないっすよワードさん金あるように見えます?」って「いやないけどだからどうやって飯食ってんだよ」って「いやだから俺もこんなことやってたらダメだな」っていう思ってるんすよ」っつって「お前お前まさかお前って言ったらニヤニヤしたんでいやそうっすよいやワードさんそうっすよ」とか言って。 お前やってんのかつってで「おにぎり盗んでますよ」って「いや盗むしかないでしょ」とか言って <laughs> あいつおにぎり泥棒だから、ね、別名おにぎり泥棒だから <laughs> で俺はもう自首しようって言って交 <laughs> 番行こうって罪償おうって俺は 自習をしてほしいって言って何なんだよこいつって言って <laughs> うぜゼマジウゼとか言っていやいや泥棒はよくないっつって今からコンビニに謝りに行こうって言って <laughs> 俺今もう今もう何年か経ってるから今からコンビニに謝る配信やりたいよな石野と俺カメラマンやるから今ねえバイトしてるんだから おにぎり代返しに行こうよ。<laughs> ねえ泥棒なんだからそれか今からもう警察に突き出そうおにぎり泥棒だから <laughs>、うん、<laughs> ビールもタバコもでもなんかビールとタバコ盗んでたり弁当盗んでたりも聞いたんだけどやっぱり一番最初のインパクトおにぎり盗んでますっていうのが <laughs> 面白かったんだよね <laughs> お前おにぎりだけじゃないだろっつって。 んんでわかかるんすかって「おい何やったか全部言え」っつって「でタバコも行ってますよ」っつってえ「えお前タバコって今カウンターの裏にあるじゃん」っつったら「いやだからいや和田さんだから浅い,浅いから自転車もらったじゃないですか」つって「八王子まで行ってんすよ」って「タバコの隅に」<laughs> <laughs> すげえな」その根性あるなら働けよ」って思ったけど。 タバコを盗めるコンビニを探しに自転車で八王子まで行ってたかんね片道2時間とかもうほんと笑ったいやいやでもね20代でホームレスやったことがある仲間だからなコンクリートのあのコンクリートで寝たことある2人だからな いやだから不器用すぎるんだよあいつは不器用すぎて素直すぎてああなっちゃったんだよ自分に嘘をつけないんだよ可愛いよやっぱり、うん、ああはいはいマめさんいらっしゃいうんいやーどういうエンディングになるのかしかもう興味がないねうんなんか できればもう本当に胸くそ悪いバッドエンドを望むけど <laughs> もうなんかとんでもないバッドエンドに、うん、バッドエンドを望んでるね <laughs> こんな終わりかこんな悲劇あるっていうぐらいのバッドエンドにして俺はそれを映画化するから石野す介っていう名前を一切伏せて「あの僕の創作です」って言って <laughs>。 いや面白いよやっぱ奇人変人は面白いよねうん鬼人変人は面白いだってさこんだけ人がいて普通って言われてる生き方の何が面白いんだよ、ね、変なやつの方が面白いじゃん変わった生き方してるやつの方が面白いじゃん自分の生き方考え方持ってるやつの方が面白いじゃんクっソつまんねえ真面目に働けとか誰でも言えるからね 真面目に働くやつなんか五万といいんだから他にやらせろよってそもそも真面目に働けって俺に言ってくるやつ真面目に働いてないやつだからな腹立つよな本当にな、うん、いいんだよ一回きりの人生なんだからさもう楽しんだもん勝ちだよそんなもんとことん楽しみよ俺はうんリスナーが一番楽だよワードいやいいんだよいいんだよ いや俺はリスナーさんに楽してもらいたいっつうかなんだろう普通に何だろう別にリスナーさんに何の負担もないけどねなんかああしろこうしろとかうんでも普通に楽しみはいいじゃんっていう別に配信者もなんか言うやついるけど別に配信者も別に大変でも何でもないよリスクがあるとか言う人いるけど何がリスクだよな 配信をつけることが一番のリスクだよなうんいやー働けっていうやつどんなやつなんだろうなうん、なんか人に働けって言わないと自分の考え方が肯定できないすげえかわいそうな生き方してるなと思うよ。だって働くことしか価値がないと思ってるんだもん。 世の中これだけ価値観があってこれだけ素晴らしい考え方とかいろんなものがあってくっそつまんないよね配信者に向かって「働け」って言ってんだよバカすぎるだろいやアホだよアホ。 いや100歩譲ってなんだけど俺親にもそんな権利ないと思ってるよ全くないけれども養ってるやつだけは言っていいと思ってんの飯を食わせて金銭的に負担してるやつは働けっていう権利あるただ他人が言うもんじゃないよ、うん、他人が言うもんじゃない、うん、人に何かをしろっていう考え方が大っ嫌いな俺なんでかっていうとそれを言う時点で 自分が偉いと思ってるの人に命令する時点で自分の方が優位性があると思ってんの俺はだから命令には一切言うこと聞かない誰の言うことも聞かない親の言うことすら聞かなかったんだから学校の先生の言うことすら聞かなかったんだから誰の言うことも聞かないんだよ俺は、うん、誰かに依存したくないの 一人で生まれてきて一人で去っていくんだよスーってねスーっていなくなるから,から俺の墓はあれだよグーグルサーバーだよグーグルサーバーに一生懸命お墓建ててるんだよお墓をおせっかいのおばさんがいて苦しいか離れるべきだなババアから離れるべきだな うん、いやそのねおせっかいのおばさんは本気で言ってるんだと思うよそれしか知らないからおばさんの価値観では要はねもうここ2 3 0年でインターネットができたことによってねライフスタイルがガラッと変わったんだよでおばさんたちの20代30代の時の常識って今の時代に通用するわけがないんだよその時の価値観で生きたら死ぬんだよ こんなでっかい企業入ってて上級国民なんか 10%20% だよそんなさで都市格差もあるわけじゃん無理だよそう悪気がないんだようざいよねはいニーニこんばんはいやほんとねおせっかいはやっかいだよね俺はうるせえばば死ねって言ってたけどね <laughs> 論破してたけどねうん 頭のいい人はね説明すると分かるんだよねこうこうこうで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 こういう生き方を選んでるっつっああそうなんだ頑張れよで終わりだけど頭の悪いお人よしが一番タッチ悪いよ、うん、バカだから理解できない人の話しまいにはなんか人としてとか言い始めるからねうん言ってみたらこじれるだけだよ、ね、でも極論なんだけど メトロが嫌な思いいしててるるってことはいずれ離れ離それが早いか遅いか絶対いつかメトロがプツンって来て言っちゃうと思うのうるせえんだよおせっかいバばバってでそのタイミングがいつかなんだよだからもうねあのあれだろう自宅警備員なんじゃないの分かんないけど俺はだから親の連絡先知らない兄弟も知らない親父も知らないもうテレパシーとかでやり取りしてるから本当に テレパシーの域だから縁があったら親なんか血がつながってるだけだから大したことないんだよ他人なんだからで本当に必要な人間は集まってくるからそうもう俺はそ,れをその感覚信じてんの、うん、でも別に母親いなくて困んないもんあ時間の問題だと思うよだったらもう物理的に縁切った方がいいと思うよストレスだったらもうストレスだから切ったもんお相手のためにもいいんだよ 相手のためにもいいの俺だからもうここ6年間ぐらい本当のイライラなくなったもんね母親何度本当に殺そうかと思ったか本当に殺してやろうかなって何回か思ったもんね母親あマジで殺そうかなって結構冷静に考えたよ淡々と怖いよ そうなる一家,一家殺害事件になる前に離れ,た離れてよかったよね。うん、いやだから殺したい人間いっぱいいたよな。昔なんだろうね若い時みんななかった殺したい人間。うん、いやだからねそれはしんどん屋さんがお母さんが好きだったからなのよ。だからねここが誤解しちゃいけないところの。あのね これねよく言うんだけど母親は大事にしなさい両親は大事にしなさいとか尊敬してる人両親ですみたいな俺ヘドが出るのあのそれを押し付けるなっていう俺の母親と俺の関係性の話だからでんんん屋屋さんとチンドン屋ささとののお母さんの話は別俺はそこに対して一切口は出さないからむしろ羨ましいとすら思うのわかる だけど今のエピソードを聞いてちんどん屋さんのお母さんと比べるのは間違ってるんでしょっていう金属バットでぶち殺して自分も死のうと思ったああもうそれは離れた方がいいねいつかやるよそれ、うん、いつかやるし相手もそう思ってるからもうバットバイブレーションしかないよ一人で暮らしな、うん、殺すリストっていうか殺したいっていうか殺害衝動あったもんね昔本当に ナイフ持ち歩いてたかんねな、うん、もうずーっと腰にナイフつけてたもんね、うん、意味もなくな、うん、でもなくなったな誰かぶっ殺したいとか、うん、あったよもうイラ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 してたな本当に世界をぶっ壊したかったもんねあの頃ね なんかすごいもうもうもう葛藤としてもとしてたよ俺はもんもんしてたね本当にまあだけどねあのオナニーして忘れてたね <laughs> 寝る前にオナニーすると大体忘れるからまあいいか,かオナニーがなかったらもう無理だったね、うん、何人かやってたね、うん はい。ということで、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。もしね、面白かったらフォローしてってください。面白かった人はね、お気持ちアイテムいただけると嬉しいです。それでは皆さんおやすみなさい。お疲れ様。 喋り忘れてたあのね、うねこの枠開いたのね、あれだったんだよ。ええ一番最初に話そうと思ってたんだけどね、そう、すっかり忘れてたわ。いやね、あの、とある配信者の人で、あの、あ,あの、